伊豆箱根鉄道7000系電車。伊豆箱根鉄道7000系電車。伊豆箱根鉄道7000系電車は、伊豆箱根鉄道寸ン専用の電車である。1991年、平成3年と、翌1992年、平成4年に各一編成が申請された。老朽化した線形の代替と所有車両の、新性能化と冷房車比率向上と、及び、快速列車。 一部座席指定席制の増発目的と、当時、東海旅客鉄道、JR 東海東海道本線熱海、沼津、富士等への直通点が社内で計画されたことにより、申請されたもので、3両編成2本が在籍する。上記の通り、直通運転が検討されていたことから、本系列の設計に際して、それらが色濃く反映された点が特徴である。 ただし JR への直通運転は2018年現在に至るまで実現しておらず、工術の通り一部の乗り入れ対策機器についてはすでに撤去されている。製造は3000系及び5000系と同様、等急車両製造が担当したが、実際は等急車両の委託で新潟鉄工所が製造した。車体寸法等は3000系ステンレス車を 基本としているが、全面デザインについては、中間部で区の字型に折れて、後体角が設けられたことで同型とは、印象が大きく異なる。前面窓は、支柱のない大型一枚ガラスを採用し、全面倉庫には一体型ケースに収められた前、章灯と、後部標識等を配置し、前面窓上部内側には、行き先表示膜の他種別表示膜と、列車番号表示器が配置された。 また、前面下部には、小型スカート、廃唱機が設置されている。側面見つけについては、本系列の運用目的を反映し、戦闘車と、中間車では全く異なる仕様とされている。戦闘車は従来車同様の片側3、扉構造であるが、後術座席配置の関係から、窓配置は従来車とは大きく異なり、当時 JR 東海において、 増備中であった311系と同一とされた。中間車については、快速運用の際に指定席車両として使用することを考慮し、JR213 系、サハ二百2 1 3型に告示した片側に、扉構造とされ、乗降性を考慮し客用扉幅は、先頭車の 1300mm に対し 1400mm と 100mm 拡大されている。また、 伊豆箱根鉄道では、初採用となる側面行き先種別表示幕が、全車に設置された。なお、車体の配色は3000系ステンレス車と共通であり、ステンレス内に、ライオンズブルーと称する青帯を巻いている。主制御装置は三菱電機製電動カム軸式、抵抗制御装置アブフム -168 から15、MDHC と3000系二次型と同じものを、使用しているが、 主電動機は、駆動方式が、それまでの3000系、5000系で採用された、動車標準の中空軸平行、カルダン駆動方式ではなく、静粛性の向上と保守の軽減を図るため、動車初の TD 平行、カルダン駆動方式を採用したことに伴い、TD カルダン駆動対応である日立製作所製、HS22535-08RB を搭載した。 主電動機の定格出力は3000系と同一。単子電圧 375V 時、120kW で、あるものの歯車比が異なり、本系列では15、84イコール1、5.60と若干高速寄りの設定とされている。パンタグラフは、東洋電気製造製 PT48 系で、伊豆箱根鉄道における下枠交差型パンタグラフの初採用例となった。 制動装置は、ナブコ、ゲン、ナブテスコ製の発電制動併用電気、指令式空気制動である。補助電源装置は参照、交流 440V120 九ばの、静止系インバータ、SIV、空気圧縮機は、HS-20K、容量、2000リットル、ミント、3000系二次型と同じものを搭載している。台車は、電動車が、 住友金属工業製、干渉ゴム式空気バネ台車 FS542N、制御車が同 FS042N を装備する。これは1989年頃から西部新二線、系で実用試験が行われていた干渉ゴム式台車 FS542FS54A FS を同社向けに改良したもので、形式末尾の N は3000系。 5000系が装備する FS372NFS072N 台車と同様、伊豆箱根鉄道向け製品であることを示す。軸箱支持装置以外の形状は FS372 系台車とほぼ同一であり、台車枠以上の部品については互換性を有する。なお、FS542 系台車は後年西部1万系にも採用されている。 運転台機器は前日直通運転を考慮し、3000系で採用されたワンハンドル式ではなく、JR211 系と同一配置の縦、横軸併用ツインレバー式が採用された。先頭車の屋根部には JR 列車無線用アンテナ取付座が準備され、保安装置も JR 東海の ATSS 型との切り替えが可能なものを搭載している。申請当初は運転室内に、 ATS 切り替えスイッチも装備していたが、後に撤去された。座席配置は直通運転や快速運用での快適性を考慮し、伊豆箱根鉄道発のオールクロスシート仕様とされた。客用扉間には転換クロスシート、車端部にはボックスシートがそれぞれ設置されている。座席モケット色は第一編成の先頭車はベージュ系。 中間車は従来車と同様の赤系統のものを採用した。第2編成では、先頭車、中間車とも赤、黒、グレーの3色をランダムに配している。座面形状はバケットタイプで座席の前後間隔、シートピッチは 910mm であり、中間車の車端部はこれより広くなっている。中間車は連結面に貫通扉を設置し、前述のように、 快速運用時の指定席車両としての用途を考慮し、貫通扉窓部分に座席指定者の表記が加えられた。また、前車も側窓ロールカーテンカバー部に座席番号が表示されている。なお、第二編成では前日シートモケットの際に加え、ブクロ窓部のカーテン省略、2棚の変更、金網構造からパイプ構造へ、先頭車の運転室仕切り上部と、 各車両の連結面上部に LED 式車内案内表示を新設する等の改良が施されている。2010年10月に2編成とも3000系や新幹線700系などで使われている音色のドアチャイムが設置された。これにより予備車の1100系を除くすべての編成へのドアチャイム設置が完了した。数々の新機軸を取り入れ、スンズ線における 次世代の代表車両となるべく登場した本、系列であったが、直通運転構想が具体的進展を見なかったことや、指定席需要が伸び悩んだこと、オールクロスシート使用ゆえに乗降に不便をきたしたこと、等の理由から、増尾は2編成で打ち切られ、以降の車両増尾は再び3000系の申請によって行われることとなった。運行開始当初は主に快速列車運用について、 いたが、1998年、平成10年3月の快速廃止後は、他形式と区別されることなく、普通列車運用についている。なお、快速廃止と同時に指定席も廃止されたものの、中間車に設置されていた座席指定者表記は後年まで残されていたが、模波7301は2007年、平成19年に、模波7302は2008年、 平成20年にそれぞれ貫通扉ごと撤去されている。また、2007年、平成19年には、全車の客用扉付近に、吊り革が新設され、2008年に、各車両の、各ドアには、車両、ドア一アンプレートが、各車両の車端部には、号車表記が貼り付けられた。号車表記は、修前寺側から1号車、2号車、3号車となっている。その後、 スンズ線におけるワンマン運転導入計画が具体化したことに伴い、2008年、平成20年10月までに全編成の運転台にワンマンツーマン切り替えスイッチ、都市目放送スイッチが新設された。2009年、平成21年4月1日より、駅収受方式によるワンマン運転が開始され、同日より、運転台の右側にワンマン表記プレートが設置されている。 2009年、平成21年6月24日から8月21日にかけて沿線自治体、三島市、神奈美町、伊豆の国市、伊豆市で開催される祭りや花火大会を PR するヘッドマークを2編成とも装着した。第2編成ではそれらに加えて、客用扉部及び飛ぶ黒へのラッピングや中吊り広告を専用のものにするなどの装飾が加えられた。 上記イベント終了後、第2編成戦闘車とロ部に、グループ全体でのエコ活動推進を PR するステッカーの調布が行われた、すでに終了。また、同年12月12日より、伊豆の国市で開催されるイチゴ狩りを PR するヘッドマークを装着して運行された。現在は、客用扉にセブンティーンアイスのラッピング広告が施されている。また、 中吊り広告が、1日乗車券、旅所、旅助け、や伊豆、ミッドシーパラダイスなどの自社 PR 広告に変更されている。2017年11月に施行された全般検査で、先頭車の額縁部分が、それまでの銀色、車両本体のステンレスに補調を合わせていたから、金色に変更され、帯色も青から紺色、3000系。 第6編成の貴重色とジレジェンドブルーに変更された。また、第2編成は、かねてより、伊豆箱根鉄道を含む西武鉄道グループ各社が協賛しているアニメ作品、ラブライブ、サンシャインの劇場版公開、2019年1月4日からに合わせ、同作品のキャラクターを各社両にあしらったラッピング電車として2018年12月13日より、 運行を開始した。一方、第一編成は、2009年、平成21年10月12日から2010年、平成22年3月31日まで、スンズ千円線に近在する、静岡県立大人高等学校の90年の歴史を振り返るラッピング電車、広人高アルバム車として運行された。同校のシンボルマークをあしらったヘッドマークを装着し、 客用扉部にも同シンボルマークがラッピング装飾された。戸袋クロマド部には同校卒業生の描いた絵や撮影した写真が飾られ、中継広告部分には同校の90年の歴史を刻んだ写真が展示された。4月に伊豆総合高校が開校した後この設備は撤去され、原型に復元、同月下旬から客用扉と飛ぶクロマド部に 朝日テレビカルチャーのラッピング広告が施されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。